いて。座れ。思ったより元気そうだ。あの時はとても助かるとは思わなかったが。なんで私を助けたの？死んでもらっては困るからだ。で、話って何？生体チップの件？ああ、チップは修復できないほど損傷したと聞いている。かといって外そうとすればお前は死ぬ。ビクのおしゃべり野郎め。彼がいなければお前はここにいない。感謝するんだな。それで何の用なの？まずはじめにエブリン・パーカー、彼女の居場所を教えてくれ。エブリン？どうしてよ。彼女とヨリノブは親密な関係だった。きっと奴にたどり着く方法を知っているはずだ。私も彼女に用があったところよ。チップの摘出を手伝ってもらう約束なの。そいつは無理だろうな。彼女はすでに遠くへ行ってしまったらしい。なぜ彼女が遠くへ行ったと？手は尽くしたが居場所が一向につかめない。痕跡を消して町を出た可能性がある。パーカーにチップの摘出を手伝ってもらうと言っていたが、彼女は企業とつながっているのか？あんまり質問攻めにしないでよ。いろいろと興味深い話をするものでな。たまにはそっちが興味深い話をしたらどう？ヨリノブ・アラサカは罪を犯した。俺は奴にその報いを受けさせるつもりだ。どうやら力にはなれないみたい。時間もないし、私はこれで。リー、待て。まだ用がある。ヨリノブは父親殺しの罪を償わなければならない。正義のため？このナイトシティで？復讐のためだ。この町にもふさわしい動機だろう。ヨリノブの失脚を望む人間は社内にもいる。あと必要なのは証拠だけだ。ただの傭兵の言葉が証拠になるわけ？今はそれしかない。他に頼れる知り合いもいない上、自分は逃亡者として追われる身だ。断ったら？協力の見返りを伝え、再び助力を願う。じゃあ何？アラサカタワーに乗り込んで、ヨリノブがサブローを、実の父親を殺しましたって宣言しろってこと？安全な場で分別ある人々を前に語る機会を作る。それが真実だと証明するには、ある手段を用いる必要があるが。嘘発見機ならお断りよ。ではこれでどうだ。お前は死に向かっている。そして助かる方法を知らない。元凶は例の生体チップ、レリックだ。アラサカが開発し、アラサカのみが知る技術。つまりアラサカはお前を消すのも救うのも意のままというわけだ。死にたくなければ叱るべき人間を味方にしなければならない。具体的にどんな人間のことを言ってるの？アラサカを心から大切に思っている人間、会社の安定的成長を望んでいる人間だ。例えばアンダース・ヘルマンとか。一体どこでその名を？チップ強奪の際に調べたからよ。ヘルマンはレリックを設計した人物。奴はただの駒に過ぎない。俺が言ってるのはもっと上の人間だ。そもそもアンダース・ヘルマンはアラサカを裏切り逃亡したからだ。坂か。おい、勝手に帰るな。うるせえ。ホープのメス豚なんかあんた以外誰も興味ねえんだよ。なんだと貴様、文句あんのか？竹村よしなって。連れの方はまともらしいな。
立つ行動は控えないと。すまない、つい反射的に。申し出はありがたいけど、少し考えさせて。また連絡する。これは俺の提案はお前にとっても決して悪い話ではないはずだ。一つだけ頼みがある。絶対にこのナイトシティを離れないでくれ。なんで私が街を出るのよ。助けてくれる相手を探すならここにいるしかない。荒坂の専門家を頼るのが一番だ。それ以上の救い手が見つかると思うか。さっきも言った通り当てはある。どうにかしてエブリンの居場所をつかめるかもしれない。あの女がこの事態を招いたのだろう。役に立つとは思えんが。盗人にも仁義ありって聞いたことない。常々皮肉な言い回しだと思っていた。この世に仁義は存在しても盗人にそんなものはない。頼信荒坂にも同じことを言えるの？パーカーがお前を助けることはない。悪いことは言わん。別のつてを探した方がいい。アンダース・ヘルマン、レリックの発明者ならチップを取り出せるはず。もう一度荒坂と喧嘩してでも必ず尻尾を掴んでみせる。ヘルマンは荒坂から逃亡した。ある日忽然と姿を消してしまったんだ。俺自身何日もかけて街を捜索したが徒労に終わった。逃亡ってどこへ？他の企業に引き抜かれたとか？俺の知る限り奴の単独行動だ。周到に計画を立てたんだろう。足跡をたどることすらできなかった。行方に心当たりは？全くない。いろいろ調べ回ってたみたいね。指をくわえてじっとしているわけにはいかない。情報を探り来たるべき事態に備えなければ。それが仕事だしね。かつてのだ。なんでヘルマンを探してたの？ヘルマンは頼信の企みについて三郎様に警告していた。重要な証人になるかもしれない。ネズミは尻尾をつかまれるとよく喋る。数日間にわたって情報を集めた結果、とある場所が繰り返し出てきた。アフターライフというクラブだ。直接行ってみたが門前払いを食らった。ローグという名の女フィクサーにな。サブローの下で働いてたくせに実力者と話す術を心得てないわけ？どうやら俺をサブロー様の殺害犯と思い関わるのを避けたようだな。ローグはこの町の情勢に精通してる。ヘルマンについて尋ねてみる価値はあるかもしれない。検討を祈る。気難しくて金に汚い無礼な女だ。これ以上の長居は危険だ。パーカーでもヘルマンでも好きに探せばいい。俺は何人か友人を頼ることにする。荒坂内部の仲間と話がついたらこちらからまた連絡する。じゃあまた。万一ヘルマンを見つけた時は俺にも知らせてくれ。まだ彼に聞きたいことがいくつかある。ザッパー餃子か。ったく、ナイトシティの食文化には進歩がねえな。荒坂は絶対的権力を持って君臨、世界は破滅への道をまっしぐら。結局何も変わっちゃいねえ。だがローグが生きていたとはな。何なのあんたは。私を殺そうとしたくせに今度は友達気取り。まるで何もなかったみたいに。俺と話すのに声を張り上げる必要はないだろう。何がしたいの？しばらく考えて気が変わった。今はお前を殺そうと思っちゃいない。じゃあさっさと消えて。あのな、こっちも大変だったんだぞ。お前はゴミ捨て場で目覚め、俺はお前の頭の中で目覚めた。お前の思考や記憶と格闘しながらな。それにこの間の後冷静になって考えたんだが、俺たちは互いに助け合えるはずだ。まずはローグに会いに行こう。あいつとは昔馴染みみてえなもんだ。
じゃないの。あんたを信用できるわけないでしょ。信用しようがしまいが知ったこっちゃないね。問題はそこじゃないからな。過去の亡霊が何言ってるの。当時のお友達はみんな死んでるかボケてあんたのことなんか忘れてるに決まってる。俺は伝説になった。忘れることなんかできねえよ。そもそもあんたがローグの知り合いだから何？会いに行って私の脳腫瘍が挨拶したがってますとでも言うわけ？心配すんな。ローグはもっと馬鹿げた話を散々聞いてきてる。お前がまだ父ちゃんの玉の中にいた時からな。知ってる。あんたの記憶を見たもの。気持ち悪い。とにかくローグのことは俺に任せておけ。お前はアフターライフへ向かいな、相棒。誰が相棒よ。不思議なくらいよ。もうおしまいだと思ったもの。要は計画通りに行かなかったのね。仕事以外なら何でも大歓迎だ。紺碧の件聞いたのね。話したのはエブリン。聞くまでもない。街中の噂になってる。聞いて、エブリンを探してるの。彼女の話はしたくない。居場所を知らない。話聞いてる？したくないって言ってるでしょ。ジュディ、頼れるのはあんただけなの。お願いよ。どうしてもエブリンを見つけたい。力を貸して。自分勝手なやつ。会ってくれない？直接話がしたいの。リジーズバーでしょ。おい、フィ。これ見ろよ。お前にも見えてるだろう。完全にイカれちゃったか。何かの神秘体験ね。あの女の名前なんだっけ。ほら、ミスティ。それよりビクターに見てもらった方が良さそうだけど、両方に聞いてみるか。エブリン・パーカーを探してるんだけど、いそうな場所を知らない？前は見かけたけど、このところ見てないね。ジュディと話がしたいね。部屋にいる？ええ、下の階よ。ジュディには知らせとくから。逆にちょっかい出したらつまみ出すよ。ほら、あ、私がやらしい気持ちかどうか。どこ行くの？そっちには何もないよ。勝手にこの店を紹介しないで。あんなに大勢連れてきてどうしろっていうの。別に連れてきたわけじゃない。まずはお客の店の評判に惹かれたんで。スージー、どこに行く気？話は済んだでしょ。ちょっとしつこいよ。何を揉めてたの？どいつもこいつも自分のことしか考えてない。上に行けなきゃ、結局底辺でもがくだけ。スージーは聞く耳持たずだったけど、あんたのボス？わざわざモックスの問題に首を突っ込みに来たの？ジュディ、エブリンを見てない？
彼女に大事な話があるの。例の計画が失敗したからその責任を押し付ける気？計画の顛末を知ってるってことはエブリンと話をしたわけね。知ってるのはあなたがヘマしたってこと。どこがプロなんだか。私だって傷を負った。傭兵家業に危険はつきものでしょ。ふざけてるの。はぐらかすのはよして。難しい話じゃないはずよ。なぜ居場所を教えてくれないの？あなたが信用できないから。みんな危険は承知だったけど、計画を持ち込んだのはエブリンでしょ。彼女は最初から全て分かってたのよ。そうね。あなただけの責任じゃないことは認める。でもその顔、必死なのが見え見えよ。まあ確かに状況は最悪よ。強奪計画で盗んだ生体チップのせいで私は死にかけてる。ゆっくりとね。依頼主のエブリンならこれを止める方法がわかるかもしれない。だから彼女の雇い主を知る必要があるの。信じていいものかどうか。実はエブリンはドールなの。クラウドで働いてた。そこにいるかも。どこにあるの？デスクのタバコケースに住所が書いてある。それを持ってってエブリンに渡して。メガタワー合成ね。待って、その彼女の様子私にも教えてくれる？連絡する。それでいい？ええ、ありがとう。しねえが、記憶痕跡のあんたを驚かせることなんてそうそうないでしょ。お次はそのクラウドってとこか。行くしかなさそうね。朝起きたら突然この姿になってたわけじゃない。あんたちじゃん。何よ、何私のことジロジロ見てんの？ジュディと言い合ってたみたいだけど何があったの？別に関係ないでしょ。まさかあんたまで助けを求める子には手を差し伸べろって言うんじゃないでしょうね。ちょっと気になっただけよ。中途半端な好奇心で人のことに首を突っ込んだってろくなことにならないよ。商売してる子たちの味方なんだってね。いろいろ歴史があってね。まあ血生臭い話さ。確かジョイガールがタイガークローズに殺されて暴動が起きたのよね。その件で不満が爆発したの。みんなあん時はブチ切れた。女の子ポン引き立場を問わずみんな拳を上げて練り歩いた。すごい光景だったよ。モックスはそうやって始まった。でも今はあくまでビジネスをやってんだ。誰かれ構わず救うことはできない。まずは身内の面倒を見てやらなきゃ。エブリン・パーカーに何があったの？なんで私に聞くのよ。ジュディと話したでしょ。ええ、でももっと詳しく知ってるかと思って。エブリンは随分前にモックスを抜けたの。つまり私にはもう関係がないってこと。クラブは随分繁盛してるみたいね。それなりにコストもかかる。何、投資でもする気？その経営力に感心してるだけよ。随分前に引き継いだ店なの。まだ潰れてないことに驚いてる。まあ
なんとかなるもんね。あら、かわいこちゃん。